これからマブチモーター株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。まずはじめに会社のメイン業務と会社の強みについて教えてください。はい、当社は小型直流モーターのメーカーとして創業以来さまざまな用途市場に小型のモーターを提供してまいりました。当社のモーターの強みとしましては、小型軽量高効率でサイズあたりの出力が高い、エネルギーの変換効率が高いというのが当社モーターの強みとなります。今回我々自動車電装がかなり売り上げのメイン占めてるんですけども、新たにモビリティ、マシナリー、メディカルの3つの領域を注力していまして、そちらのアピールも含めて今回出展をさせていただきました。ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品とその強みを教えてください。はい、一押しとしましては移動対応のブラシレスモーターですね。今回お客様製品の展示もさせていただいてるんですけども、そちらにも搭載をしていただいています。で、先ほど申しました通り小型軽量高効率が強みですので、小型のモーターにすることによってお客様の最終製品のサイズのを小さくしたり、軽量化に貢献できますので、それが結果として、省エネ化につながるので、そこが我々の製品の強みかなと思ってます。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、時代に合わせて我々様々な用途市場に製品提供してまいりました。これからまたロボットですとか自動化のところがすごく拡大していくと思いますので、引き続き貢献してまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上でマブチモーター株式会社の紹介を終わります。